皆さんこんにちは、音坂智です。本日2月21日、火曜日なんですけど、今日は今年所属するチームについてちょっと話していこうかなと思います。本当つい 2,3 時間前に今年所属する球団の方から、公式のインスタグラムで発表がされて、今年はアメリカのアトランティックリーグの、ヨークレボリューションというチームに契約することになりました。で、まあ自分の目標としてはなんとかマイナー契約を勝ち取って、2月の段階でですね、マイナー契約勝ち取って、なんとか MLB のマイナー球団でスプリングトレーニングをするっていうことが目標だったんですけど、まあ、メキシコのいろいろしがらみというかというものがありまして、まあちょっと実現できず、でとにかくアメリカと球団するためには、一回メキシコを出て、アメリカでプレーしなければまあいけないというか、まあそういういろんな事情があって今回こういう、決断というかいう形になりました。まあ、これからの自分の目標としては、独立リーグ、アトランティックリーグですね、で結果を出してシーズン中にメジャーの球団と契約できるように、結果を残して、行くっていうのが目標です。まあ、その先にメジャーで活躍するとかいろんなことはあるんですけど、まずはそのアトランティックリーグで結果を出して契約を勝ち取るというのが今の目標です。で、まあ、1月の段階で、まあ、エージェントの方通していろいろ話をしていただいて、中には自分のことを認識 していただいてる球団っていうのもあったみたいなんで、なんとかね、結果を出し続けて印象に残るようにやっていきたいなと思います。で本当に今回、まあ、メキシコもそうでしたけど、アメリカ行くにあたってたくさんの方に協力していただいて、まあ、エージェントの方ももちろんですし、その他にも、いろんな方からアドバイスをいただいて、自分自身とても勉強になったんで、本当に皆さんに感謝したいなと、まあ、動画を通してですけど、感謝したいなと思ってます。アトランティックリーグは4月の28とか9ぐらいから開幕するみたいなんで、4月中旬にアメリカに渡ってキャンプして、やっていきたいなと思います。まだまだ2月3月は自主トレが続くんで、なんとか今年中にメジャー行けるように頑張りたいなと思います。でヨークレボリューションっていうのはペンシルベニアにあって、ニューヨークから車で西に3時間ぐらいのところにあるチームで、まだ行ったことないんで、まあ、楽しみっていうか早く環境になるんでね、やっていきたいなと思います。はい、Hey you man! はい、っていうことです。頑張ります。バウンス。